人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです今、ダラスは4月7日午後6時です今、ダラスには世界中からですね40万人ほどの観光客が集まっていますアメリカは特に西側そして日本も含めた世界各国から来ているわけですけども 皆さんこの皆既日食を見に来てるんですねこの回帰日食は明日お昼まあ12時23分から始まって午後の1時40分から4分ぐらい皆既日食の状態全く見えなくなってそれから太陽が元に戻るのが午後3時2分ということです。経路は 太平洋側にあるメキシコのワ、えー、サトランというねあのバハ・カリフォルニアから南東に行った都市からこうずっと、えーまあ、北上していき、えーまあ、テキサス州サンアントニオオースティンそしてここダラスフォートワースダラス経済圏を通ってカナダの東の端ニューファンドランド島に抜けていきます。 この経路の中で、このダラス経済圏が一番大きいというか、人口がたくさんいるということで、特に注目されてるんですね。テキサス州,で州内だけで、この日食の経路に、100万社くらいですね、車がも押し寄せると、警察は見ていて、そういった態勢を敷いています。 当然、ホテル代も、下にジェフロコンサルティングのダラスニューズの記事のリンク先を貼っておきますけども、通常料金の390%増とかですね、非常に高い、えー、ルームチャージになっています。飛行機も,もバカみたいに高くて、例えばロサンゼルスからダラスに来るのに、 千ドルぐらい買っちゃうんですよねそれ以上かな本当にあの日本に行くよりも高かったりする料金を払わないと来れない状況になっています。なんといってもこの皆既日食ダラスで前回は1878年明治11年以来ということで次に見れるのは2317年なんですね。 ですからダラスの人たちも非常にこう何、えー、て言うかな注目しててこの話題でもう街があふれてます経済効果が高いですよねたくさんお客さんが来るので飲食店も大繁盛になると思います日食というと、えーまあ、金環日食が東京でいつだったかな 2012年ですかね見られましたその時の私も東京にいましてフェイスブックの記事のリンク先を貼っておきますけどもあの時は日本列島でずっとこの金管日食が見えたということでこれは1080年平安時代以来のことだったと言われていますかなり注目されていたので皆さんも覚えてらっしゃると思います 人生で何度か見れるかわかんないんですけどもただこの金環日食ですね私の友人で海運鑑定士運命学研究家のヤスミンが言うには皆既日食が起こると人災ですねが起こってあと昨月が起こると天災が起こるという そ、まあ、そういううい流れがあるそうです、まあ。昨月というのは、えー、月の初めての、まあ、新月なんですけど、まあ、これがなんとですね、えー、4月9日なんです。ですから4月8日に会期、えー、日食があって4月9日に、まあ、昨月が起こるということで、まあ、人災天災、まあ、皆さんも気をつけましょう。えー、ちなみに、 この T シャツは、私の友達の小林隆仁さんの作品ですね。後ろはこんな風になってます。ということで、皆、え、既、ー、日食で盛り上がっているダラスの話をお伝えしました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。